我々コウマ族には生まれた時から体のどこかに入れ墨が入っているのですよ。ユンユンの体に刻まれている入れ墨の場所はなんと、ここじゃ爆裂魔法なんてネタ魔法使えないでしょ。この子に痛い目見せてやります。卑怯者、めぐみはやっぱりずるい。昔からずっとずるい。あ、魔王軍でしょうか。短気なユンユンがいつまでも大声出しているからですよ。私よりめぐみの方が短気じゃない。何よ。おい、そんなことよりもユンユンの入れ墨の場所を詳しく見つけた。ここだ。こんなところに隠れてやがる。お前というやつ、お前というやつ、うん、見た感じ下級の悪魔もだけじゃないですか。やだ、くそくそ。今日は見逃してあげるからあっちへ行って。ほら、あっちへ行って。先ほどはよくもネタ魔法と言ってくれましたね。ネタ魔法の破壊力を久しぶりに見せつけてあげます。エクスプローション。さあ、これでもまだネタ魔法と言いますか。どうですかズマ、今の爆裂魔法は何点ですか。マイナス90点をくれてやる。今ので援軍がやってきたぜ。覚悟しろよお前ら。今生まれる。とこしえに眠れ、我が氷のカイナに抱かれて。肉片も残らず消え去るがいい。我が心の深淵より生まれる闇の炎によって。あり切る言う、ま、やばい。ライトオブセイバー、ライトオブセイバー、セイバー。闇の炎だの氷のカイナだのはどこ行った。多く轟く爆発音に来てみれば。里のピンチだと聞いたのですが。ん、我が名はぶっころり、コウマ族随一の靴屋のせがれ。我が名は佐藤一馬と申します。アクセルの町で数多のスキルを習得し、魔王の幹部と渡り合ったものです。めぐみ、いい仲間で何よりだね。里まではまだ距離がある。送ってあげよう。テレポート。コウマの里へようこそ。外の人たち。え、お父さん、もう一度言ってくれない。あれはただの近況報告だ。コウマ族のいつもの挨拶じゃないか。破壊するか観光名所として残すかで意見が割れているんだよ。ユンユン、お前の親父さんを一発ぶん殴っていいか。いいで。魔王軍警報、手の空いている者は里の入り口に集合。敵の数は1000匹程度とみられます。セーフ、メルビア様、撤退を。どうかあなた様だけでも撤退を。縮小縮小、全て連中に近づけ。弟子の到着でも食らえ。すっげー、なんかここまですごいとちょっと引くわ。どうです、観光の目玉にしようと思ってるんですよ。もしも僕が今晩のカレーを残さず食べたならよかったのかな。君はひどく顔をして